配信始める前にさ、トイレ行ったんだけどさ、トイレでちょっとクザハの配信見てたの。あいつマスティフうますぎてちょっとビビった。こういう建物だった、ちょうど。気持ちいい。ああ。ナイス。いやー、うまさだよなー。本当にインファイト強いな。でもなんか、ちょっと本人には言わんといて。なんか、負けた気がしちゃうから。クズはよく見てる。まあなんかそういう空いた時間でやってて見るのやっぱエペやってる人よね。エペ、ホフ。だいたいクズがやってるゲーム、僕好きなゲーム多いから、どうしてもね、見やすく。感じちゃうわ。いや、感じちゃうとか見やすいわ。いや、インファイトはね、絶対僕より強いと思う。僕もまあまあ強いよ、でも。僕も、なんかね、あれによるかも。いや、まあわかんないけど、その時って。例えば、なんだろうな、絶対勝てないなって思うのが、例えばさ、ここで、僕がここにいて、クザがここにいるみたいな場面のさ、こういうやつ。バン！バン！みたいなやつ。あれは多分勝てないな。そういう出方をしたらね、勝てない。まあでも僕はこんな、バン！バンって出方をするかまた別だから。そういうなんだろう、ほんと。ああいうやつ、顔出し勝負で絶対勝てないなって思う。そう、壁版ドームファイトみたいなやつ。ドームファイトだったらいい、まだ。まあ、そういうのは兼ね合いもあるから、どっちが一概にどっちって言えないんだよね。だからどっちがうまいとかっていうのがむずいけど。でもそう思うわ。ああいうシーン多分勝てないだろうなって。ビューン。わあ。